爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。5分過ぎました。おっと、奪った。華麗なドリブル、気をつけなければいけません。これはゴールキック。スローインです。前半30分経過。シュート、イケドリブル、折り返した。果敢にスライディング、前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。ドリブル、シュート、ようやく先制点が入りました。さあもう一度見てみましょう。彼は本当に
走り込んできた。ドリブルで上がる。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。しゃがつなパス交換、ラッキーボール。ヘッド、すでに試合時間は85分が経過しています。ここで選手交代です。試合終了です。1点差というまさに白鵬を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。